ジョージ・マチューナス1931年11月8日から1978年5月9日は、リトアニア生まれのデザイナー、建築家、現代美術家、フルクサスの創始者として知られる。日本語では、マチューナス、マチューナスと表記されることがある。リトアニアのジョージ・マチューナスきって1931年、リトアニアのカウナスで、リトアニア人で建築家の父とロシア人で、 バレリーナの母の間に生まれたソ連の侵攻を逃れて、一家は難民として1944年ドイツ、1948年米国に渡る。1949年から1952年まで、クーパーユニオンで美術、グラフィックアート、建築を学ぶ。1952年から1954年まで、カーネギーメロン大学で建築と音楽を学ぶ。 1954年から1960年までニューヨーク大学でヨーロッパとシベリア移民の美術を学ぶ。学校で学ぶ間に過去のあらゆる芸術様式や芸術運動、各学派、芸術家などをまとめた複雑なチャートを数多く作っている。1950年代後半の世界的な前衛アートやイベントの潮流に共感したマチューナスは 1961年、マディソンアベニューに、AG ギャラリーを設立し、ラモンテ・ヤングや、ジャクソン・マクロウなどの作品を上演し始める。しかし、同年秋に経営が破綻し、債権者から逃れるために、西ドイツに渡る。アメリカ空軍のデザイナーという職を得て、生活が安定し始めると、また芸術活動のプロデュース活動に舞い戻った。1962年6月、 ブッパータールで、ベンパターソン、ディック・ヒギンズらと共に、小さな夏、ジョン・ケージ以降というイベントを行い、翌7月には、パリの複数の場所で、後にメンバーとなる十数人の作品が上映された。これらの内容は、紛れもなく、後に続いていく、フルクサスコンサートそのものであった。1962年9月、ビースバーデン私立美術館で、フルクサス国際現代音楽祭を、 企画、制作した。フルクサスという言葉は、彼が編集していた2番目のアンソロジーのタイトルとして考えられたもので、その宣伝のためにこの名前を代々的に用いた。フルクサスとは、ラテン語で、流れる、変化する、下剤をかけるなどの意味を持つ。フルクサス国際現代音楽祭は、大きな反響を呼び、デンマーク、イギリス、フランス、ドイツ、オランダの各都市を巡回。 同調した現代美術家を巻き込みながら、フルクサスは育っていった。その最中の1963年2月に、フルクサスのマニフェストを書き上げ、フルクサスを共同体としてまとめようとするが、反芸術主義的、全体主義的、社会的、政治的な内容のため、誰もサインすることはなかった。すべてのコンサートが終了した後、マチューナスは、 ニューヨークのキャナルストリートに今日構え、フルクサスの名簿の作成、コンサートの企画、運営、新聞の作成などを行い、フルクサスメンバーの作品を様々な形態で販売するなど、フルクサスを芸術グループとして組織していった。また、世界をいくつかの区分に分け、それぞれの区分に統括責任者を置き、自らはニューヨーク本部のチェアマンとして君臨した。 1960年代後半にマチューナスは方向転換し、独裁主義的な部分をなくなく削り、自らの建築の腕前を生かした現実的な共同体を模索した。まず最初に手をつけたのは、ロフトを改造し、内装を整え、芸術家に廉価で売るという事業で、これはフルックスハウジングコーポレーティブと呼ばれ、後に双方が芸術家の街に変貌するきっかけを作った。 しかし、1976年に工事を受け負っていた業者とトラブルを起こして襲撃され、片目を失明、片方の肺を失う。フルクサスアーティストの励ましで、道に火災起し、1977年夏、マサチューセッツに農場を買い、そこをアーティストの共同生活の場所にしようと考えていたが、体調が悪化し、1978年2月、 数ヶ月仕事を手伝っていた女性と死を直前に結婚。1978年5月9日にボストンの病院で水臓癌で死去した。ありがとうございます。